これ、山側の方にしか、ね、そう、三重川越、トヨタの方に行けないんで、まあ、使い勝手が制限されると、ということで、まあ、今回みたいにこういうダイヤホームとかにね、ぴょろっと、ピンポイントで行くよっていう場合だけですけど、それでも、あまり、こっちを使う人はいないですもんね。行き先が分からないんで、完全一本通行で、ぐい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 。で、降りるのも山側からしか降りれないんで、こっちから行ったらこっちから帰ってくるときには降りれるんですけどね。さあ、スーパーコースタイム。これね、早めにね、右側に入っておかないと、東名阪の方に入ってしまいますからね。そう、京都行くかなとも思ったんですけどね、ちょっと時間が、起きた時間がちょっと遅かったんでね。分かったとしても、1時間ちょっとしか出てないんで。全然よく寝たっていう感じはね、さすがにないですけどね。意外と新名刺側に入ってくるのが重いですね。あ、ちなみに、一番楽に 滋賀方面に抜けるなら、間違いなくこのまま高速突っ走って新名神から、あれですよ。土山の方出た方が絶対いいですよ。さらにここがね、低速なんでね、このまますぐ行ってしまうとね、京都、大阪ってなってますけど、滋賀県で出ますからね、甲賀市、草津市、大津市、あっちの方抜けるな、こっちの方が全然おすすめです。まあ、今回、峠道走るっていうのがね、あれやってますからね、滋賀の方抜けるのだと、あとは鈴鹿スカイラインか。ね。といった感じで、まあいろいろとありますね。まあ1号線で抜けることもできますしね。関の峠からですね。で、信用帰っちゃうし。それが、やっぱりですね、東海環状地の制度ですね。
まあ、ほとんどの車が京都大阪方面に抜けてきますよね。あ、ダイヤルの方に向かいましょう。よし。これが最終的には、関ヶ原とか、あ、そうですね、あっちの方とかに繋がって、横浪とかあっちの方からね、ぐるーっと回って、東海環状みたいな環状になってくるらしいんですけど、果たして人なのか、私が来てるうちにできるのかは怪しいですね。僕にいたそういや ETC 専用なんだ。え、前からそうだったっけ？あんま気にしてなかったな。で、このまま本格続いていくようになっていくはずなんですけど、今はもうこの辺りでもお預けですよと。なんでフライティンこのダイヤまでは結構なショートカットでいいんですよね。ダイヤも ETC 専用なんだ。マティアティが来たらもう逃げようもかけらもできないですね。これ厄介ですね。
さ、外野の出口ですよ。あのでっかいジャス、ね、イオンから、昔ながらのジャスコが見えてきましたよ。もうだいぶ喋っちゃってますけどね。さあ、ね、ここから先はね、工事中ですよ、ということで、我々は、そこをとして、